さて、毎週金曜日はウェザーニューズの気象予報士に聞くお天気箱です。今日もお話を伺うのは気象予報士の甲斐貴博さんです。甲斐さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日のテーマは何でしょうか。はい、今日は天気痛についてです。はい、まあ、天気痛と言いますのは、まあ、日々の天気、それから気温の変化など、まあ、そういった天気の気象条件の変化によって、まあ、体調に悪影響を及ぼすことを言うんですね。はい、この天気痛についてウェザーニューズとロート製薬さんの共同の調査によっていろいろなことが分かったので見ていきましょう。まずこの天気痛を持っていますかというアンケートに対して、女性の方ははい、または持っている気がすると、この青と赤で示す部分の割合がおよそ8割ということで、まあ、女性のほとんどの方がこの天気痛を持っているという結果になりました。また男性でも半数近くが持っているということになっていますね。お二人はこの天気痛持っていますか。いや、私はないんですよね。私はありますね。どんよりとした雨が降る前の曇り空の日なんかは、はい、頭が特に痛くなります。頭痛が多いということで、はい、まあ、この天気痛で一番痛みの症状が多いと言われているのがこの赤色で示す頭痛ということで、野上さんもこの中に含まれていると思いますけれども、まあ、半数近くの方がこの頭痛の症状を訴えているようなんですね。まあ、雨降り前などは低気圧など、まあ、気圧が低くなることによって、まあ、自律神経が乱れて頭痛を起こすというふうに言われています。なるほど。はい、その他にも肩こりや首こり、そして関節痛といったもの多くなっているのが分かりますよ ね、 ね。いろんな症状ありますけれども、はい、気圧が原因なんですね。そうですね、まあ、天気痛の中で一番、多い、原因となるのが気圧の変化なんですね。特にこの台風が近づくときというのはかなり気圧が下がりますので、体調の、不良を訴える方が多くなるようなんです。左側、天気痛を持っている方の割合で、まあ、接近時に体の不調を感じたことはという回答に対して、ほとんど9割近い方が、まあ、何かしらの不調を訴えているのが分かります。また右側のこの天気痛を普段持っていないと答えている方でも1割近くの方がちょっと違和感を感じているようなんですね。これってその体質で、はい、いわゆるもうしょうがないものなのかなと思ってたんですが、何か対策があるということですか。そうなんですよ。この、一番の問題となっているこの気圧の変化に対して、対策をする必要があるんですけども、この気圧のセンサーがこう耳の奥にある内耳という部分に実はあるんですね。はい、ですのでこの気圧のセンサーを、変化をですね、まあ、ホットタオルで耳を温めたりして、まあ、血の巡りを良くすることによって自律神経を整える効果があります。はい、また耳栓を使うのも効果的と言われています。この気圧センサーを保護することによって、まあ、こういった頭痛を抑える効果があるんですね。最近ではこの天気痛専用の耳栓も出てきているようですので、はい、そういったものも試してみるといいと思います。まあ、その他にも酔い止めを服用するのもいいと思います。酔い止めを服用したら効果があるんですね。そうですね、そういったものもこの気圧センサーに反応するというふうに言われています。そして